悪霊の神々。来たな。タイトル回収来たな。ハーゴの神殿、またおる。いつまでおんねん、こいつら、ハーゴの神殿に。神殿を揺るがした。社会神官破壊神書を召喚してしまったのだ。すべての人々を願いを込めて、路頭の末裔と君は平和のために最後の戦いに挑むのだった。資料ってさ、登場ボイスがさ、ギャーだけなんだよね、実は。来ましたよ。悪霊の神々。何もなしで登場です。ただ、わからない。ちょっともう、一旦目からやっちゃおう。一旦目からやっちゃいます。もう、どうせわかってんですよ、やることはどうせ。どうせね、ルビスの守りなんですよ、私がやるのは耐えるためなんで。で、つばぜり合いの事故はないんで、とにかく耐えて、5900の1秒3300まで減らしましょう。ただ、竜王の時みたいに、赤目とかじゃないから、特別なステータスかっていうとそうでもない。落ち着いていこう。何これ？あ、破壊の竹か。いや、ドラゴン強い、絶対強い。HP、800だもん。メンツは完璧やから、何？え？何これ？え？何これ？落ち着いていけば普通の白目魔王みたいなもんですよ。落ち着けば大丈夫。ジゴスパーク飛んでくんの。ジゴスパーク飛んでくんだけどね。ねいや、怖い怖い怖い。あ、でもルビスでこれか。さあ、ここからルビスなしで耐えます。当てていこうぜ。しっかり当てろ。オッケーいいよ。400じゃない、いいよいいよ。出てる。さあ、キスコ。ね、モンスターマスターにもお世話になります。ピースドラゴンです。でもこれ、ここより振って通んないな。まあ、当てるだけ。よし、当てる。あ、通る。普通に通んじゃん。あ、通んのか。いいよ。そう、ちょっとね、不安なのは、このドラゴンさんに対しても命中率がちょっとやたら低いんです。実は。ただ、ちょっと怖いんだよ、だから。肩の力抜いて。大丈夫。俺がちょっと、まあね、正直ね、俺が一番肩の力入ってる。これ、1と2とも、今までまだ負けてないんですよ。無敗記録なんですよ。ちょっと俺が肩の力入っちゃってんのよ、若干。だから、何があってもおかしくないじゃないんだけど、いいね。とどめ圏内までは行ってんのか、もう。地獄の豪華。あ、豪華はラッキーだね。ドラゴンとドラゴンライダーがね、硬いんで。あ、キスコ！硬いけど、キスコ！あと2ターン。おう。待って、大丈夫ね、大丈夫？うわ、きつ！え？待って！そんな強かったっけ？待って、お前ちょっと強くなってねえか？え？シドウそんな強かったか、お前？シドウそんな強かったのか？嘘でしょ？ああ、ここで外す。諦めないよ。983、耐える可能性は大いにある。大丈夫。はっ、やばい、そんなに強かったっけ？ちょっと待って、そんなに強かったっけ、こいつ。待って。強すぎんかね、君。いや、おかしいでしょ。打撃耐性の上から1245とか普通出ねえわ、そんなダメージ。なんで打撃耐性の上から1200出てんの？普通打撃耐性あったら1000以下にはなるよ。勝負の時が来た！さあ、主人公を入れました。モンスターマスターの時よりだいぶなんか下がりましたけど、HP が。2700です。先ほど3400とかでも削り切られた HP で2700ですけど、主人公だったらつばぜりがあります。勝てばいいんですよ。つばぜり勝てば、いつものレアできるんですよ。いつもの俺なら、つばぜりは勝ててるから、うん。それで行きましょう、今度は。はい。ここで魔人の竹を選ぶばかり、もうどういうことでしょうかね。ねえ。うわ、来た。ジゴスパーク怖すぎ。ジゴスパーク怖すぎだって。
まあまあルビスで、ルビスの上からこれだもんね。6連撃いいよ、しっかりいけ。さあ6連撃いけ、よし、はいはいはい、オッケーオッケー、ラッキー、素晴らしい。さあキスコ、キスコは悪くなかったと思うんだよ。打点も出てたし、普通にキスコ悪くない。 HP もある。今持ってる手持ちの中では HP 的には最善なんですよ。とりあえず赤のつばぜり持っていくために3ターン目まで粘ろう。3ターン目のにやっていこう。いけ、獣人剣だ、よし、はい、よいしょ、 OKOKOK、 もう主人公入れるしかない。もう負けちまったのはしょうがない、負けちまったのはしゃあないよ。よし、いいよキスコ、しっかり当てて、しっかり当てて。さあ怖い怖い怖い、ここ怖い、ここ怖い。邪神攻撃だ、来たよ来たよ来たよ、避けて避け、おっしゃ、それはこれは来たか、待って、これは来たかも、来たぞ、流れ止めんなよ、この流れこの流れこの流れ、頼むぜ、いつものだ、いつもの動画やとかやってる、ライブとかライブやってる、いつものなら魅了式のあれでいける、魅了式でいくぞ、大丈夫、最高の舞台はできた。4、3、2、ここ、よし、いける、いきます、いつもの俺ならいけるだろう、ここで勝て勝て、よし来た、あとはこのターンに2体こう攻撃当てて、攻撃2体当てて、よし、いいよ、しっかり当てて、しっかり当てて、いいよ、普通にいける、いけるいけるいける、リベンジだ、いいよ、これはいける、これはいったか、よほどの事故はない限りいける、もらった、まさかと思うけどさ、なんか2000がさ邪神の攻撃削り切られるとかないよね。よいしょ、いいよ、さ、トーナメ圏内まで行ったよ、トーナメ圏内までは行った。六つ目の6連撃、オッケー、いいよ。さあ怖いのこのターン、邪神の冒険来ましたよ、おーよ、はははやったぜ、まるで嘘のような怒涛の怪奇不動の快進撃、あの苦労何だったんだろう、さっきの苦労は何だったんですかねもうバズズとかもういいや、クリアできたからもういいやまあ負けちゃったけどね、 S ランクも遠いところが負けちゃったんですけどねまあでも私勝てたことに今ひたすら喜び感じてます。やっぱ主人公って強いんだな私思いました、やっぱ主人公って壊れですよ、モンスターマスターがチートでもいいじゃない、だって主人公はこんなにもう壊れだったんだもん、やったー、全てにおいてあまりにもいい勝負だった、指導からしたら大パン案件だね、よかった、やったー、頑張ったよ、てかキスコを立ち外さなかったんだね、えらいよ君たちは。じゃあ結果見ましょうかねぐーん42、うーん、100、176、これはダメだ、 D ランクだあー遠い、俺にはバズズなんて早かったってことだな俺レベルじゃバズズも早かったんだな、 B ランクでした最悪じゃん、評価上最悪なんですよこれ、 B ランクってあのよくある音ゲーでもあるさ、 B ランクが最高の最低ランクのやつあー俺にはバズズなんて早かったってことですよ所詮この程度でしたまあでも正直もう B ランクよりねクリアできたことの方が喜びが大きいんでいいんですかね、ただとりあえず一つ言わせて、指導お前何なんだおめえはあれ狂いすぎでしょあれじゃあレジェンドクエスト2無事
クエストができました。ワンよりかなり長くなっちゃいました。ワンより長かったな、素直に。いや、これもしかしてさ、3とかからどんどん長くなっていくタイプ？俺、持つんかな？この調子で。というわけで今回は終わりたいと思います。お疲れ様でした。